ジョセフ・プロファチ・コロンボ一家は、アメリカ・ニューヨーク・マフィアの犯罪組織の一つ。ラッキー・ルチアーノが、ニューヨーク・マフィアを5大ファミリーに再編した時のジョセフ、プロファチをボスとするファミリーを母体とし、名前の由来は、1960年代から1970年代に、ボスとして君臨したジョー・コロンボから来ている。1900年代からニューヨークには、パレルモルーツのマフィア派閥がいくつも存在し、 そのうち南ブルックリンの派閥をプロファジが1920年代に継いだ。この派閥は元はサルバトーレ・ダギーラの参加だったとも1910年代にあるミネオが統率したとも言われた。さらに遡って1900年代にモレロ一家のジュゼッペ・フォンタナが率いた派閥に起源があるという説もある。1920年代半ばサルバトーレ・ディベッラがボスになった。一説に あるミネオがジョーマスセリアに壊れてダキイラの後釜ボスに収まった時ミネオの抜けた穴埋めにボスの座を継いだほどなくディベンラは引退しジュゼッペクラッチングハンドペライノが取って代わったペライノはカラブリア系のフランキーイエールとポリシートバックビジネスをやっていた1928年7月にイエールが同年10月に ダケイラが相次いで暗殺された後の南ブルックリンは大きな権力の空白が生じ縄張りの奪い合いが激化した一家はレッドフックの臨海組合を画上にしたカラブリア系ギャングと流血バトルを展開し結果として1930年3月ペライノが暗殺された1928年12月に全米マフィアのクリーブランド会議に ヴィンセント・マンガーのらと共に参加したプロファチは、その時点ですでに、ニューヨークのマフィアリーダー扱いだった。ペライノは、レッドフックを、プロファチは、ベンソン・ハーストや、ベイリッジを主な縄張りにしたが、1930年代初め構想が、収束した時、プロファチがペライのリベラ組織のボスになっていた。プロファチは構想後の平和協定によって、縄張りを増やし、縄張りと一緒に、 カラブリア系やナボリ系ギャングを手に入れたに吸収された。1930年のジョー・マッセリアとサルバトーレ、マランツァーノの構想では、プロファチは中立を保っていたが、マッセリア側が劣勢になると、マランツァーノのアジトを訪れるようになり、マッセリアを罵倒したという、一説にマッセリア軍団にマンパワーで劣るプロファチは、表立ってマッセリアとことを構えるのを避けて、ファミリー創世期にあって、 自らの権力基盤作りに集中した。1931年戦争に勝ったマランツァーノのファミリー再編でも、同年のマランツァーノ暗殺後のファミリー再編でも、独立したファミリーとして認められた。初期メンバーに、ジョゼフ・マリオッコ、エンリコ・ハリー、フォンタナ、サルバトーレ・サリーザ・シーク・ムサッチオ、カサンドロス・ストニー・ザ・チーフ、ボナ・セーラ、ジョニー・ザ・バス・ビーチ・オット、トーマス・ディベラ、 カロゲロ・チャーリー・ザ・シジロ・シセロ、アントニオ・コロンボなどがいた。プロファジは、以後、身の回りを血族で固め、ボスとして30年以上にわたり一家を支配した。ブルックリンのベンソン・ハーストを最大の拠点にし、レッドフックやベイリッジを縄張りに持った。さらに、スタテントやマンハッタンに進出し、1930年代後半、ニュージャージーにも地方を築いた。アルコール密輸、闇賭博。 好利菓子、組合強制、麻薬などの非合法活動を展開した。メンバーに厳しい上納金を貸し、反逆者を容赦なく粛清するなど独裁者として振る舞った。集めた上納金を個人の趣味である協会の寄付に回したり、身内に回すなど総じて部下に不評だった。1五十六年、プロファチはジョゼフ・ボナンノと隕石関係を結び、連携を強化して、カルロンビーの トーマス・ルッケーゼのコンビに対抗した。1950年代後半、レッドフック地区の賭博利権がギャング構想の火種となった。レッドフックは1930年前後にプロファジー一家に編入されたが、参加のナポリ人派閥は独立の気風が高く、上納金問題でファミリー執行部と対立した。1959年11月、ドルバコの賭博チームを率いたフランク・アバテマルコが、 上納金退納を理由に粛清され、プロファジがその縄張りを奪って、身内に回したため、アバテマルコ仲間の上位ギャロラギャロ兄弟が反乱を起こした。プロファジは上納金を払わせるためアバテマルコの息子を捕らえようとしたが、ギャロ兄弟が息子をかくまい、抵抗した。一時メンバーの半数以上がギャロ側についたとされ、幹部を中心とする。 プロファチ陣営とギャロ陣営に分かれて内部構想に発展した。1961年2月、ギャロ派はマリオッコやプロファチ弟など一家の首脳陣4人を拉致し、プロファチはフロリダに退避した。相談役ロシセリの交渉の末首脳陣は解放された。プロファチはギャロ陣営の切り崩しを図り、ニコラス・コーラのカーマイン・ペルシコラを寝返らせ、 敵のアジトにスパイを潜り込ませた。1961年8月、ギャロハ用新坊ジョージェリーが、友人に釣りボートに誘われたまま行方不明になり、同じ頃にギャロハの頭脳ラリーギャロが、バーにおびき出され考察されかけた。1961年10月、ニュージャージーの狩猟ロッジにいたプロファチは、ギャロ一味に襲撃されたが、ロッジのオーナーの起点で難を逃れた。 1961年11月、プロファチハニメがギャロハに殺され、1962年3月、プロファチの息子が銃撃された。1962年初めまでにギャロハの多くを離反させることに成功したが、ギャロハはアジトに籠城し、抵抗を続けた。1962年初め、ガンビーノラにギャロ問題を解決できないとして引退を迫られたが、ボナンノと結託して、 これに抵抗した。プロファチは、同年6月に病死するまで構造に悩まされた。ギャロの反乱は、ガンビーノが裏で糸を引いていたとも、ギャロと親しいジェノベーゼ一家のアンソニー・ストロロが、資金援助していたとも言われた。1964年まで、失踪3名を含む12人の犠牲者を出した。1962年6月、プロファチが死ぬと、いとこで、フクボスのマリオッコが、 後継ボスに収まったが、1963年9月コミッションと揉めて、ボス辞任に追い込まれた。ファミリーボス人事がコミッションに委ねられ、1964年1月、ジョゼフ・コロンボがボスに指名された。一説に、マリオッコは、ボナンノと共謀して敵対ボス3人の暗殺を、くわて、それを部下のコロンボに託したが、コロンボがこれをガンビーノに密告したと言い、 ボス就任は、その密告の見返りとされた。ボナンロは、後年、暗殺計画自体、ガンビーノのデッチ上げで、そんな計画は、元からなかったとし、コロンボをマガディーノや、ガンビーノ、ルッケーゼの作望に協力した先導者とみなした。キャリアのほとんどがソルジャーだった41歳のコロンボの、ボス就任は、全米中のマフィアを驚かせた。コロンボは、若手を積極的に登用し、 ジョニー・イオトラコ参幹部を引退に追いやるなど、組織の若返りを進めた。ギャロ構想で亀裂が入った、組織の立て直しを図り、ギャロ派と和解して、その組織復帰を容認した。1970年代初め、イタリア系アメリカ人の権利擁護を訴え、市民運動を展開した。コロンバスサークルに5万人を動員して更新し、タイムマガジンの表紙を飾りテレビのインタビューに出演した。 また公然と FBI を批判し、FBI の事務所にピケットラインを立てたりした。一連のコロンボの活動は、ガンビーノラマフィア主流派の不況を買い、運動を中止するように警告されたが従わなかった。1971年6月、正体不明の黒人ガンマンに銃撃され、植物人間となって、ボスの座を失った。 1971年2月に出所したジョイ・ギャロがコロンボ暗殺を仕組んだとも噂されたが世間の注目がマフィアに集まることを嫌ったガンビーノが死亡したと信じられている。ギャロは翌1972年に誕生日を祝っていたレストランで何者かに射殺された。その後ジョゼフヤコベリなどがコロンボの代理ボスを務めた後1973年に カーマインザ・スネーク・パーシコが、ボスに就任し、息子のアルフォンス・リトル・アリー・ボーイ・パーシコと共に、一家を操縦した。その後は、獄中からカーマイン、アルフォンスが親子でボス及びボス代行として、一家を統治していた。カーマイン・パーシコは2019年に、獄中で死去した。ミネオが、内部証言により1912年時点で派閥を、率いていたこと、ミネオの活動拠点が、 南ブルックリンであること、後年一家に属したメンバーに、ミネオ製の者がいること、あるミネオは、オリーブや果物の貿易商人だったが、この、サルバドーレのニックネームが、チャーリー・レモンであることなどを根拠にしている。一家の指導的過去に、フォンタナ製のものがいること、ジュゼッペ・フォンタナとプロファチは、故郷が同じである上、両者とも地元のマフィア一家ズッピオのメンバーとされている。 ことなどを根拠としている、ディベンラの息子トーマスが1970年代、一家の代理ボスになった。ありがとうございます。